あなたは理解できる？アスペには理解できない画像がこちら。これは、サリーです。これは、アンです。サリーは、カゴを持っています。アンは、箱を持っています。サリーはビー玉を持っています。サリーはビー玉を自分のカゴに入れました。サリーは、外に散歩に出かけました。アンは、サリーのビー玉をカゴから取り出すと、自分の箱に入れました。さて、サリーが帰ってきました。サリーは自分のビー玉で遊びたいと思いました。サリーがビー玉を探すのは、どこでしょう？カゴ。カゴやろ？箱に決まってんだろ。この問題アスペには理解できないらしいな。理解できないって何が？文章が？お。自分が見ている視点でしか判断できないのでビー玉は箱にある、としか思わないらしい。他人の視点を一切想定できない。問題の意図を理解できないってことか。これがわからないやつってどうやって小説とか読んでるの？小説どころか漫画も読めないやつちょくちょくおるやん。こんな感じならわかるのかな？兄ちゃんのスクショか何かか？白目。逆に常人はめまいがしてわからんのじゃないか。ビー玉がでかい。どこに片付けたのかを忘れてしまっている可能性がビレゾン。アンはなぜこのようなことをしたのか。アスペやろな。サリーのアマルルの中。え、カゴじゃないのか？まずアンを探そうぜ。正解。なるほど。平気な顔して人のものを奪おうとしてるんだからこれが日常化していたことは明白。よってまず箱を調べる。日常的にやってるならまずそばに放置して出ていかないだろ。おっそうだな。ちなみに3歳児以下は間違える。他人の視点は学習で身につけるものだからな。アンカス最低だな。ビー玉でけえな。どうやって遊ぶねん。アンにぶつける。サリーにはワイがビー玉こうたる。アンを畜生認定する流れになってて草生えた。じゃあ大人用の子で、あなたは大事な面接試験を受けるために、エレベーターに乗って会場に向かっていました。一緒に乗り合わせた老人が、今日はいい天気ですねと挨拶をしてきました。あなたはふと鏡を見て髪が乱れていることに気がつきました。あなたは老人に尋ねました。すみません、学資を貸してもらえますか。1から4で明らかに異常だと思うものを選んでください。いくつでもいいです。全部、特に問題はなさそう。他人の口なんて使わないだろ普通。1、俺は働かないったら働かない。2、俺に喋りかけるやつなどいない。3、俺に髪の毛などない。4、俺はコミュ障なので人に話しかけれない。よって全部。1やな。就活生ごときがエレベーターを使ってはいけない。今しめ。答えはよ。強いて言うなら4やけど、異常なのは特になくね。これから面接なのに髪が乱れてる時点でやばい。実は特にこれが正解という答えはない。けど一般的な反応としてはこの回答が多い。1、2、3、別に、まあ普通、4、ちょっと変。ただしアスペの人は2に突っかかるケース。外が見えないのに天気の話はおかしい、が多いみたい。なるほどな、納得いったわ。アスペは状況を限定しすぎて考えてしまって融通が効かないもんな。これは問題が卑怯すぎるだろ。選んでください。言われたら特におかしいところなくてもこじつけで答え出しちゃうだろ。これは誰かの創作が勝手に出回ってるだけじゃないか？元はちゃんとした精神科医とかが使ってるテストやで、本当は箇条書きじゃなくてもっと長い文章で問題もたくさんあるんだけど。なんやそれ、ちょっと知能ある人間なら簡単にアスペや精神障害になりすませるじゃねえか。でも従来のあなたは細かいことが気になりますか？はい、いえ、みたいなテストよりよっぽど優秀なんやで。ごまかしは複数答えていくと結構ボロが出るで、このスレ見てもわかるようにアスペの行動深読みしすぎたりしてドツボにはまる。ガチアスペはシンプルに斜め上いっとる。2と3の間かな。この書き方だと、挨拶無視して勝手に紙の話し出す無礼者みたいに見える。俺は3、4かな。3は挨拶もろくにできないのに面接？って思った。これ見ていつも思うんやけど、なんで串持ってへんか？って聞かずに串貸してくれへん？っていうの？タバコ吸ってなくても喫煙所におる人に、ライター貸してって言うならともかく。串持ってるか聞く、持ってる、貸して、串貸して、はい、早い。まあでも、串をお持ちじゃないですか？って聞いて、相手に察してもらうのを期待するのが素直な気がする。髪いじってるやつが串持ってますか？って聞いてきたら貸してくれってことやと想像つくし、その時点で渡さんか？そう思うけどもしかしたら方言とか地域性なのかもしれん。持ってない？持ってたら貸してくれ、貸してくれない？持ってるなら、ってそれぞれ意味を含んでるだけなんじゃね。
すみませんが串を貸してもらえますか。×すみません、串持ってません。丸、貸してくれませんかも言うほどおかしくない気がする。見知らぬ奴からいきなりすいません、絆創膏ください。って言われたらどうよ、持ってる素振りも見せてないのに。明らかにおかしいわけでもないだろ。持ってませんかって聞くのが普通だろ。この子アスペじゃね。これだ、串持ってるの前提なのは自分本位だからだ。これは出どころにチャンネルのコピペで大人用のテストでもなんでもない。これ発達心理学の実験だろ。アスペってほんまに頭いいやつ多いのか。こんなんじゃ推理力とかないやん。両極端というか興味を示したものへの執着がすごい。勉強に執着すればその意味での頭は良くなる。キューブに出てくる火山みたいなのを想像するといい。上にもある通り記憶力だけは異常なので、答えさえ覚えればいい学校の勉強はできる。あいつ因数分解できただけやろ。そもそもエレベーターの中で今日はいい天気ですね。なんて挨拶がおかしい。しかも初対面なのに。G さんがアスペの可能性もある。きっといい天気やったんやろ、適当。確かに選んだらアスペやで。いい天気ですねって振られてちゃんと返してないのが一番気になった。それは思ったが、ニトさんの出来事の間で挨拶返してると思え、行間を読み取れ、これだからアスペは、とか言い出してきそうな雰囲気を感じた。俺もそう思ったけど正直に書いた。だって串やってそんなもん、これから面接でして髪を整えたいんですけど、もしかして串をお持ちじゃありません？みたいに聞いてるかもしれにゃん。年寄りってたまに話しかけてくるやろ。電車とか。くそ話しかけてくる、あいつらコミュ力あるわ。ホストっぽい兄ちゃんと話してる光景があったな。割と普通に兄ちゃんが返事して会話続いてたけど。A さんがカバンを自分の机の上に置き、離席しました。親友である B さんが、盗まれてはいけないと善意で A さんのカバンを持ちました。その後、ちょっと席を外さなくてはならなくなり、信用できる C さんに預けました。C さんは盗まれてはいけないからと、自分のロッカーの中に大切にしまいました。A さんが帰ってきましたが、非常に慌ててうろうろしています。なぜでしょうか？そりゃもうあれよ、しかし、読者視点だと B と C は本当アホだわ。B がいなくなってたからかな。A さんは B には何も頼んでないで。ああ、135は B がいなくなったからじゃなくてカバンがないからか。なんかこういう問題見ると免許取る時の学科試験思い出すわ。あれもやけにわかりにくい文章だったな。大丈夫か？ 159 はマジでヤバそうな感じがする。病院行った方がええぞ。159の後しばらく経って194で気づいてるのがリアリティあって怖い。カバンがないからやろ、いい加減にしろ。B は C に説明して預けんかったんかいなと思うわ。帰ってきたら C がいないから？なんか読み間違いしてたわ。机の上にカバン置いて帰ってきたらなかったって、そりゃ慌てるよ。まあカバンがないからなんやろうけど、B は大概アホだな。ロッカーの鍵がないからやな。お昼ご飯一緒に食べる約束してたのに B がどっか行ってしもたからやろな。最近の若いやつはこれだけで傷つくでほんま。トイレに行きたいけど B さんがトイレに入ってるからやろな。自分の机の上にカバンがないから。ああそれか。カバンが盗まれたらかわいそうだから B が自分で持つ。わかる。席を離れるので C に渡す。まだわかる。席を離れるのでロッカーに入れて A の連絡もなしの C。さ、大先輩 C。もしくは A のカバンだと伝えなかった可能性がある B。C は席離れないんだよな。そもそも A と C に面識があるのかわからんよこれ。B さんが C さんにカバンが A さんのものだと伝え忘れたから。カバンがないから焦ってるんやな。と学習、知識化していけるタイプのアスペは順応できるんだろうな。ある男の子は、明日が友達の誕生日だということに気づきました。そこで彼は財布の中を確認しました。けれども、お金が足りなかったので親にお小遣いをもらいに行きました。彼はお小遣いをもらった後、急いで買い物に出かけました。なぜ彼は買い物に出かけたのでしょうか？友達にプレゼントをあげるためや。そらプレゼント買うためやろ。なぜ急いでるのかは謎やけど。友達の誕生日プレゼントを買うためやろ。間違いなくパチンコ行くつもりだわ。え？友達の誕生日プレゼントを買いに行くためじゃないの？誕生日にプレゼントをもらう風習のない人間にはわからない可能性がビレゾン。悲しくなった。普通に考えればタンプレ買いに行くためだけど、アスペは誕生日と買い物が結びつかない。のかな？よっしゃパチで軍資金増やしちゃる。お小遣いもらえたから。今日は明日がダチの誕生日なんで小遣いで酒をしこたま買ってからやり始めたんや。自分が欲しいものを買うためと疑われないようにや。これ他の板で見たとき間違っちまったな。まず金借りてまで誕生日プレゼントを買うって発想が俺になかったのが問題だな。
それとなんで事前に値段を知ってて足りないと分かってたのかとか考えて、自分の欲しいもの買いに行ったんだと思っちゃった。ある程度の常識とあんまり深く考えないのがこういう問題を解くコツなんかね。おいおいガチか？アスペやないか。ああアスペっぽい。お前他のレスからしてもヤバいんちゃうか。そら時間は違うに決まっとるやろ。くまあ。値段知ってて足りないと分かってた、とかいうのがガチすぎる。財布にお金がない、いくらか借りる、借りた額で買えるもの見繕う、が常人の考え方なんやで。誕生日プレゼントの場合、自分が先にもらっていると大体の値段を合わせるっていう常識もあるから、そっちかもしれんけど。なんか買いに行くか、財布に金ないやん、最低でも〇〇円は必要やろな。って普通は考えるからな、お金が足りないから借りるイコール足りない額きっちり借りるって考えちゃうのはアスペやね。この図形、片方はブーバ、もう片方はキキって名前なんだが、どっちがどっちだと思う？トンガリがキキ、アメーバみたいなのがブーバ？何これ答えあんの？とんがってる方がキキで紫のキモい方がブーバだと感じたが。実験では98の被験者が母国語に関係なくとんがった方がキキって直感する。もちろん何の根拠もない、つまり多数派が先天的に持っているバイアスなのさ。そしてそのバイアスを共有できない人がいる。アスペルガーもその一種なわけ。午後は忙しくなるな。そうだな。今のうちにトイレとか行っとけよ。なんで？いやだって多分休憩も取れないくらい忙しいぞ。でも俺トイレ行きたくないぞ。ああ、いや、ならいいんだ。昼飯は食ったか？なんで？いやだから今から忙しくなるだろ？って、なんで俺の昼飯と仕事が関係あるの？ああもういいよ。俺の唐揚げ欲しかったんかな？これは南ジェイミンの考えるアスペですわ。何か見つけてアスペ扱いするやつが一番精神病っぽい。アスペだからって卑屈になる必要ないぞ。意外にアスペルガーっておるんやな。何かうまいことを言ってやろうと思って答えが出せずに困ってるんですけど、アスペですか？ごく普通の凡人です。1000人に5人から7人くらいが発達障害のあるリツらしい南ジェイには3、40人くらいはいる計算かな。アスペルガーはそのうち何人かは知らないが、アスペって文章読むのにも苦労するんちゃうんか。実際アスペ多いと思うぞ。普通のスレに突然空気読まず誰かの言葉尻捕まえて絡み始めるやつが湧いてスレがむちゃくちゃになるのをよく見るし、南ジェイミンにもちらほらアスペっぽいのがいますね。南ジェイミンはアスペというより単に誰かに問題を出されて回答できないのは悔しいというコンプレックスが強い感じやな。頭が悪いと思われたくないというわかりやすいボンブ。南ジェイアスペ隔離説は新しいからもっとやれ。アンは人間のクズ。アンカスの頭にタンコブがあることから以前にも畜生行為を繰り返してたと考えられる。残党。カゴ以外はアスペ。そもそもサリーとアンはどういう関係なんや。変に推理するやつはコナン飲みすぎ。ビー玉でかすぎだろしね、サリー。ご視聴ありがとうございました。面白いスレや有益スレをまとめてるので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた、次の動画でね。